ひろとくんは何のスゴ技キッズなんですか？僕は数学が大好きです。それでは早速見せてもらいましょう。問題、次の定積分を求めなさい。できました。マイナス54になりました。正解。すごいね。なんと小学1年生ながら大学入試レベルの数学を操る天才数学少年なんです。去年10月の数学検定では史上最年少で高2レベルの2級に合格。ちなみに数学検定2級の問題がこちら。問題、すべての正の整数 n に対して次の等式が成り立つことを証明しなさい。問題の意味が分からない。大人が聞いても何が何だかちんぷんかんぷんですが、この問題もご覧の通りスラスラと解いちゃいます。ひろとくん、ちなみにこれって何の問題なの？数学的機能法です。数学的機能法。はい、K の時が成り立つと仮定すると、 K たす1が成り立つということを示して、そうすると N が1の時に成り立つことが示されているから、ドミノ倒しのようにその全ての N が示される。そのドミノみたいなところが面白いです。いつもこのホワイトボードになったリビングの壁で勉強しているんだとか。共に東大卒という両親のもとに生まれたひろとくん、数学の世界に興味を持ったのは2歳の頃で、きっかけは両親がプレゼントしたマグネット式のパズル。3歳で早くも中学レベルの数学を解いていたそう。こちらです。そんなひろとくんのお部屋を見せてもらうと、おもちゃなどはなく整理整頓もバッチリ。机もキャラクターものじゃないんですね。今キャラクターものほらんで、本棚には数学の専門書がぎっしり。中でも今読んでいるのがこちらの本だそうで、フェルマーの最終定理。なんて、どんな定理？N が3以上の時、 XN+YN+ZN+ を満たす整数解がない。何度も言いますが、彼はまだ小学1年生。ちなみにこれ理系の大学生が勉強する内容なんだそうです。驚きの連続ですが、本棚にはこんなものも。クレヨンしんちゃんです。数学の問題解いて疲れた時に読みます。いいところかもしれない。なんか漫才的なところ。いや、妖怪ウォッチよりはクレヨンしんちゃんの方が好きです。iPad を使っての将棋ゲームも息抜きの一つ。最初は本で見て、で面白そうだなと思って、将棋買ってってお母さんに言って。そんな iPad で何かを見始めたひろとくん、それって何を見ているの？複素関数の講義。なんと YouTube で大学の講義を見てお勉強することもあるんだとか。本当に恐れ入りました。そんなひろとくんは3人兄弟。お兄ちゃんの影響で弟2人とも数学が大好きなんだそう。72の3乗かける3の2乗。正解。何これ？素因数分解です。兄弟揃ってスゴ技キッズですね。ちょっと待って。最後に聞いてみました。ひろとくんの夢って何ですか？面白い数学や新しい数学を発見したいです。すっごい子になるな。数学界のスゴ技キッズ、高橋ひろとくんでした。